学校の会は、中国南宋時代の厚し二年に、学校3上の学校時において、儒学者の主機と、陸九園らが直に対面して行った会談である。主機陸九富士南宋時代の新しい儒学の、体制者である主機は、抵抗、歩道と外らの思想をもとに、仏教思想の論理体系や、道教の手法を取り入れつつ、儒教独自の新たな理論として、壮大な体系に仕立て上げ、歩道、 主学ぶと称された。主期は、理に言論を導入し、理と、期は、不利不雑であり、人林道徳においては、人間の持つ、性、情のうち、性こそが、理であるとする、性息理説を唱えた。これを生理学と称する。一方、同時代の陸区山は心と、理は一体であるとし、朱子学のように両者を区分せず、人間の心そのものが、理であると肯定する。 心即理説を唱えた。これを神学と呼ぶ。手記は、陸昌山の神学を批判し、逆に、陸昌山の兄の陸九霊らは手記に、書状で非難するなど、両者の論は互いに交わることがなかった。厚紙広二年四月、東洋圏に在任中の女学者両祖圏が数案にいた、手記を訪ねた。両祖圏は、窃盗交理学派の学者で、手記とは異なる。 学流に属したが、二人は、手記の書斎である、感染症者で共にニほどらの著作について、研究を重ね、禁止録としてまとめた。6月、旅蘇県が東洋へ帰るにあたり、手記は、旅蘇県の誘いを受けて新州まで赴き、その地の名札が小地において、陸橋大らとの対面を果たした。東大の大学者が直に顔を合わせる対論である、ことから、大いに注目され、 竜清よし、長影明半影のりなど後世から石膏、福建にかけての官僚、学者、両学派の弟子など百数名が集まったという。時に主四46歳、陸久霊44歳、陸正山は37歳であった。大論は3日にも及ぶ、激しい論争となった。陸兄弟は、まず人の心を明らかにし、 その後に書物を読んで万物に通じることを主張したが、主記は広く書物を読んで、それらを集約することが重要であると主張。陸昌山は、行春の時代以前には書物がなかったのにどうやって学問したのかと問うと、主記は、格物父すなわち事物に学びりを極めていくことが、成人に至る道であると強調。両者は全くの平行線をたどった。主記は、 陸兄弟を、ふとし関空祖と表し、陸兄弟は主記を、尻滅裂と評価。結局3日間の論争でも、両者の思想は一致することなく、むしろ互いの考えが根底から相違することを確認する場となった。以下は、陸昌山が主旨との論争の間に読んだ詩である。第二句の、千古不満の心が、まさに、陸昌山の神学を表した語であり、それを理解できない。 趣旨の尻滅裂な学問は、浮き沈みするだけで成果を上げることはない。真偽はまずこの今を実感することから始めるべきで、あるという意味である。なお前述した、まず人の心を明らかにし、その後に書物を読んで万物に通じるという、陸兄弟の主張に基づくならば、陸昌山は決して読書を軽視していたわけでなく、心を明らかにした後には、 むしろ積極的に読書に取り組まなければならないと考えていたとも言える。実際に、陸昌山は、森あず、春秋経伝春夏の精読を求め、また自ら、春秋伝の執筆を起としたこともあった。これらのことを根拠に、この詩は、心から、読書という段階的な収容の必要性を説いた、ものであり、第三点に四句、及び第七句こそを重視すべきだとする説もある。 これに対し、3年後に朱氏は、陸商山を批判して、以下の死を返した。第7区、八句で朱氏は、陸商山を、真っ向から批判し、人間社会には言葉を超えた真理があり、それは、時代の変化によっても変わるもので、先古不満の心など存在しないと断言している。このように結論を得るには至らず、物別れに終わった回ではあったが、 当時の二大思想家が直に対面して論争したことの影響は大きく、後世この会を記念して、学校三に四剣道が混流された。主記、陸球淵、陸球礼、旅祖剣の位牌が設置され、富進む動機の字が書かれた変額が掲げられた。ありがとうございます。